ハゴス・ゲブリウェトは、エチオピア出身の陸上選手。男子トラック長、距離5000メートルのジュニア世界記録保持者、ティグレ州出身。ハゴスは2011年のエチオピア選手権5000メートルで6位に入った。同年7月に、リールで開かれた世界ユース選手権の3000メートルで7分45秒11を記録し合意入賞の成績を残した。 2012年7月6日に行われたダイヤモンドリーグパリ大会5000メートルで優勝したエチオピアのデジェン・ゲブレムスケルに続いて2位に入り12分47秒53のジュニア世界新記録を樹立世界歴代7位に入る記録であった同年8月に出場したロンドンオリンピックの5000メートルは13分49秒 59? の記録で11位となり入賞することはできなかった。2013年2月2日にボストンで行われた室内競技会の3000メートルで7分32秒87のジュニア世界新記録を樹立。3月にビドゴシチで開かれた世界クロスカントリー選手権シニア8トルで優勝を飾る。8月にモスクワで開かれた 世界選手権5000メートルは優勝したモハメド・ファラーと0秒28差の2位に入り銀メダルを獲得した。ありがとうございます。